もしも占い師が吸血鬼だったら。お邪魔します。ようこそ背徳の館へ。教会みたいですね。思わず懺悔してしまいそうですさあおかけください。はい。それでどういったお悩みを抱えていらっしゃるのでしょう。はい、実は憧れている女性がいまして、その人とうまくいくかどうかを占っていただきたいんです。そうですか。ではその女性のことをもう少し詳しく教えてください。同じ種族の方ですか。種族？あ、職場ってこと？はい、そうですね。その方 OL か何か？教授ですね。というと大学か何かの？まあ似たような感じです。僕はその女性の助手を務めています。わあ、じゃあ上司と部下？ええ、そうです。となるとひょっとしてその人は年上ですか？そうなんです、年上なんです。なぜだか僕は年上の女性にしか興味を持てないんです。どうしてなんでしょう？なぜって聞かれても、私あなたじゃないし。初恋は幼稚園のお坊さんでした。僕は結婚を申し込みました。真剣でした。小1の時は中学生に、中1の時は女子大生にしか興味が湧きませんでした。ああ、そうですか。はい。どうしてそんなに年上がいいんでしょうね。どうしてなんでしょう。あなたにとって年上にしかないものがあるんでしょうかね。思い当たることはあります？おっぱい？カッチーン。何？何それ、どういうこと？あなたの求めるものは年上の女性でもなくって。おっぱいってことはおっぱいしか愛してないの？そんなにおっぱいがいいの？だったら年なんて関係ないじゃない。なんです、なんで僕はこんなに怒られるんです？あなたが NG ワード口にするからよ。あー、すみませんすみません。あなたはとっても美人です。素敵です。魅力的です。じゃあ私のこと愛せるわね？それはちょっと。なんでよ、何、どこがいけないの、どこが気に入らないのよ。だって、貧乳には貧乳の良さがあるのよ。どんな？そう、例えば狭いとこでもスイスイ入っていけるとか。それと恋愛とどんな関係が？あ、水の抵抗が少ないから人より早く泳げるとか。それと恋愛とどんな関係が？そう関係ないわよ、一個も。だからって貧乳だって捨てたもんじゃないのよ。って捨てないで。っていうか貧乳だっていいって言え。ああ、